ニュースのお時間です。小山失踪事件についてです。どうも、自宅に引きこもっている形跡はないそうです。そうなってくると、自宅にいないとなってきます。自宅にいないとなると、逮捕の可能性も出てきますが、逮捕だった場合、考えられるのは柏がらみか、タッさんがらみですが、柏がらみなら、今頃情報が流れてきていると思われますし、タッさんがらみなら、 速攻で動画になっていると思われますそうなってくると、滞納での逮捕かとなりますが、滞納の場合は基本的に差し押さえです。ただ、脱税などなら逮捕の可能性もありますが、おそらくは滞納だろうと思われます。そうなってくると、逮捕の可能性は低くなってきます。ただ、柏の件であったり、宅見さんの件で、 動画になっていないケースもあるので一概には言えませんので逮捕の可能性もゼロではありません。そうなってくると、借金710万円が一つの鍵となってくると思われます。返済しに行って、そのまま連れ去られたのか、遊びに行ったのか。遊びに行った場合、自慢したくてうずうずするタイプなので、それなら配信していそうですよね。何かのトラブルに巻き込まれたのか、どうなんでしょうか。最近、 詐欺メールにやたら反応して、視聴者に勧めて、投げ銭しろと言っていましたよね。へんてこな闇バイトに巻き込まれているんですかね。反射のトップだって言っているから、その辺は問題ないとは思いますが、なんかな。第二のユイガにならなきゃいいんですが。では、チャンネル登録をお願いいたします。